イメージ PV ですか？はい、ハンドメイドジュエリーを作っているお友達がいるんですが、その子から PV を作りたいと相談されまして。面白そう。でも、なんで PV？ ジュエリーの魅力を知ってもらうには、直接手に取ってもらうのが一番だとは思うのですが、人の目に触れる機会は限られています。ですからまず、存在を知ってもらえるよう宣伝をしたいんだそうです。アイさん、セツナさん、出演していただけないでしょうか？なるほど。そういうことなら協力するよ。ね、セッツ。力になりたいとは思うのですが、本当に私でいいんでしょうか？ジュエリーというと、モデルさんが身につけているような印象がありますが。ぜひ、二人にお願いしたいとのことでした。その子は、なりたい自分になるをコンセプトに作っているんです。みんなを笑顔にしたいアイさん、自分の大好きを届けたいセツナさんは、そのイメージにぴったりだと言っていましたよ。そうでしたか。それならやらないわけにはいきませんね。その申し出、喜んで受けさせていただきます。よかったです。ね、その撮影ってどんな感じでやるの？これから私がその子と相談して内容を詰めていきます。今回、私が監督兼撮影を担当しますので。しおりこさんは出演されないんですか？はい、私は裏方だけです。しおっぴーも出ようよ。アイさんも手伝うからさ。そう言っていただけるのは嬉しいんですが、何しろ初めての試みですから、無理に詰め込みすぎない方がいいと思うんです。お引き受けしたからにはミスなくやり遂げたいですから。そっか、そういうことならしょうがないね。その分、私たちが全力でパフォーマンスさせていただきます。ありがとうございます。他にも数人声をかけているんです。みんなで最高の PV を作りましょう。ここが会場ですね。しおりこは先に来てるって言ってたけど、声かけてみよう。こんにちは。皆さん、お待ちしていました。こんにちは。今日はよろしくね。こちらこそ、貴重な機会をもらえて嬉しいわ。この私を召喚するとは、見る目があるわね。我が眷属、リトルデーモンにしてあげましょうか。ヨシコじゃなくて、ヨハネ。それでは早速ですが、衣装合わせをしましょう。オッケー。アイさん、どうですか？ちょっと待って、サイズ合わなかった？そうじゃないんだけど。何かお手伝いできることがあったら言ってください。手伝いっていうか、あとはアイさんの覚悟の問題っていうか。覚悟？なるようになるだ。どうかな。かわいい。はい、とっても似合っています。本当？でも、普段のアイさんとイメージが違って、恥ずかしいっていうか。とっても素敵よ。はい、アイさんの魅力を引き立てています。でも、どうしても気になるというのなら、変身後の姿と思えばいいかもしれませんね。
あるいはラテン語の姿かしら。変身？ラテン？とにかく恥ずかしがる必要はないということです。いつもの愛さんでいてください。そうだね、らしくなかった。愛さんらしくテンション上げてこう。こちらが今日皆さんに身につけていただくジュエリーです。自分で作ったんですか？石の色もみんな違うんだね。誕生石を使っているんですよね。誕生石って言われるとなんだか運命感じちゃうな。さあ皆さん、身につけてみてください。そうね、私のはルビーね。この血のような赤、私にこそふさわしい。この赤き石を身につけた時、ヨハネは真の力を発揮するのだ。魔力解放、闇の眷属よ、我が元へ集え。魔界を滑る暗黒竜を召喚。暗黒竜？何ですか？つい興奮して我を忘れてしまったわ。ヨシコらしいわね。ヨシコじゃなくてヨハネ。ですがその気持ちはわかります。ジュエリーってつけるだけで気分が上がる。皆さん、いい表情です。これならいい PV が撮れそうですね。はん？ねえ、しおりこちゃんは本当に出ないの？はい、私は撮影に集中します。無理はせず、できる範囲のことをやる。それも意味のあることだと思いますので。そうだね。それでは、撮影に移りましょう。皆さんを輝かせる最高の撮影プランを練ってきたんです。撮影場所はここ、ダイバーシティです。撮影の許可は取ってありますのでご心配なく。すごい人。緊張しますね。うん、こんなところで撮影してたらめっちゃ注目されそう。なに言ってるの。みんな緊張する必要なんて。よしこさんが一番緊張しているように見えますが。みんな落ち着いていきましょう。こういう時こそ平常心よ。さすがエリさん、落ち着いていますね。エリさんの撮影から始めたいのですが、いかがでしょう。いつでも OK よ。どうすればいい。向こうからこちらに向かって歩いてきてください。颯爽としたイメージでお願いします。その後私がどんな自分でありたいか問いかけますので、エリさんご自身の言葉で答えてください。ウォーキングの後に質問に答えればいいのね。わかったわ。それでは撮影開始です。よーい、アクション。あ、エリーかっこいい。うん、モデル
エリさんはスタイルがいいですから絵になりますね。さすがね、このヨハネも完璧よ。こんな感じでいいのかしら。ええ、バッチリです。それでは質問します。エリさん、あなたはどんな自分でありたいですか？このジュエリーを見たとき、同じ高校生が作ったとは信じられなかった。とっても素敵だったから。でもそれだけじゃなかった。感心する気持ちと同時に負けられないって思いも湧いてきた。このジュエリーにふさわしい自分でありたい。私はそんな風に思ったの。エリったら堂々としてるわ。ええ、私たちも負けてはいられませんね。ヨシコさん、いえ、ヨハネさん、例のあれやりましょう。よかろう。今こそ我らの真の力を見せる時。はい、カット。アイさん、お疲れ様でした。お疲れ。めっちゃ緊張した。お疲れ様。すごくリラックスしてるように見えたけど。うん、うじゃれも絶好調だったよね。そうなの。やっぱ人間、追い詰められると思わぬ力が出るもんだね。さて、次は刹那さんの撮影に移りたいのですが、しおりこさん、一つ提案があります。ん？何でしょう？実は刹那と二人でパフォーマンスを考えてきたのよ。それを披露したいわ。そうでしたか。では予定を変更してその撮影をしましょう。それではよーい、アクション。我が名は堕天使ヨハネ。今日こそこの地上に住む人間どもを支配する。神の作りし人間を堕落させ、それを反逆の証とするのだ。待ちなさい。む、この声は大好きと自由の戦士、スカーレット・刹那です。堕天使ヨハネ、あなたに取り付いた邪悪なものを払ってあげましょう。輝け、私のジュエル、ベリドットパワーチャージ、刹那スカーレットストーム。闇の力が浄化されていく。やるじゃない。乾杯よ、隔離。はぁ、今日もまた世界を救ってしまいました。おお。すっごい、ヒーローショーみたい。うん、周りで見ていた人たちも拍手してる。ありがとうございました、刹那さん、ヨシコさん。それではお聞きします。あなたはどんな自分でありたいですか？私はスクールアイドルが大好きです。そんな自分の大好きを隠す必要はないことを身をもって伝えていきたいと思っています。光あるところに闇もある。その大好きは闇でもいい。己の心に従うことを私は伝えていきたいわ。あと、ヨシコじゃなくてヨハネよ。失礼しました。刹那さん、ヨハネさん、ありがとうございました。
最後は小鳥さんです。小鳥さんには衣装をアピールしていただきたいです。皆さんに並んでいただいて、その前でインタビューをしましょう。わかった。シオティ、アイさんの立ち位置ここでいい？はい、エリさんはもう少し右でお願いします。わかったわ。それにしてもしおり子さんはさすがです。何でも一人でこなしてしまうんですから。そうね、私たちの急な提案にも対応してくれるし。では小鳥さん、真ん中にお願いします。ここでいいかな。はい、それでは撮影を始めましょう。よーい、アクション。今日の皆さんの衣装は全部小鳥さんが用意してくださったんですよね。うん、今回の撮影に合わせて作ったんだ。ジュエリーのコンセプトはなりたい自分になる。だからみんなの中にあるものを引き出せるような、そんなデザインを目指したの。それがちゃんと表現できてるといいんだけど。バッチリできてるよ。はい、ですから胸を張ってください。ありがとう。それでは小鳥さんにお尋ねします。あなたはどんな自分でありたいですか？みんなやってみたいことがあると思うんだけど、新しいことを始めるのってちょっと怖いよね。私はそんな時、ほんの少しだけど背中を押してくれる、そんな衣装を作りたい、そう思っているんだ。素敵ですね。それでね、しおりこちゃんにプレゼントがあるの。これを受け取ってほしいんだ。これは？しおりこちゃんの衣装だよ。私の？うん、しおりこちゃんのために作ったの。ですが、私は…え？あなたが？なぜ私の衣装を？そんなしおりこちゃんに TV に出てほしい。私はそう思ったんだ。ですが、私は皆さんのサポートに集中するため出演はしないと決めたんです。やっぱりそうだよね。しおりこちゃんは真面目だから断られちゃうかもしれないねって話してたの。そうはおっしゃいますが。やってみたらいいじゃん。アイさん、だってさ、この衣装もジュエリーもシオッティのために作ったんでしょ。だったらこれを一番輝かせることができるのはシオッティ以外にいないじゃん。ですが時間もあまりありませんし。時間ならなんとかなります。一人では無理でも私たちがいるんですから。そうよ、撮影機材の扱いは慣れてるわ。インタビューなら任せて。皆さんありがとうございます。やってみます。いえ、改めて私の方からお願いします。皆さんの力を貸してください。しおって、準備はいい？はい、よろしくお願いします。では本番いきます。よーい、アクション。
それじゃあ質問するわ。しおり子、あなたはどんな自分でありたいですか？まずは皆さんに感謝を述べたいと思います。ありがとうございます。私がこうしていられるのは皆さんの支えがあるからなのだと改めて実感することができました。私はそんな皆さんの思いに応えられる自分でありたい、そう思うんです。いい答えね。でもまだちょっと表情が硬いかな。そうですか。ならばこういうのはどうでしょう。いいじゃん。どうでしょう。私なりに素敵なポーズを考えてみたんですが、なんだかちょっと恥ずかしくなってきました。いい表情よ。これなら素晴らしい PV になりそうね。